皆さんにちょっとね、一つだけね、お願いがね、あるんです。本当に一生のお願いっていう感じです。僕のね、インスタグラムをぜひ、フォローしてください。割とね、結構インスタグラムね、上げてるんですけれども、ちょっとね、概要欄とか多分動画とかでもね、俺インスタやってるっていうのはね、言ってなかったんで、一応、報告っていうことで、ぜひね、フォローしてください。こちらいいよ、はい、じゃあ、知ってるございます。今回の動画はですね、視聴者のね、皆さんからね、大変ね、リクエストが多かったね、あのシリーズ、やっていきたいと思います。僕今までね、世界一安いスマホとか、世界一安いね、タブレットとかね、紹介したんですけれども、この前のね、こっちの世界一安いタブレットを紹介した時に、コメント欄がね、世界一安いパソコンもやってくれっていうコメントがね、めちゃめちゃあったんですよ。なので僕はね、視聴者様のね、リクエストを受けるべくね、朝から夜まで寝る暇も惜しんでね、世界一安いパソコンをね、調べて調べまくった結果ね、世界一安いパソコンをね、手に入れてやったぜ。ということで、降り注いじゃって、世界一安いパソコン、やはりさすがにパソコンはちょっとやりすぎたわ。一応ね、ちょっと確認のためにね、この上だけね、ちょっと開けたんですけれどもね、早速開封からやっていきたいと思います。よいしょ。これ俺一番梱包の中で嫌いなやつやからな、マジで。これ好きな人おらんやろ、この梱包のやつ。これめちゃめちゃ俺嫌いやねんな、これ。で、早速ね、本体取り出したいと思います。よいしょ。うおー、本体と電源ケーブルだけですね、付属品は。今回はですね、見てわかる通りね、中古をね、買いました。でね、これ本当に安くて大丈夫かなって思ったんですけれども、今見る感じではね、全然大丈夫かなっていう感じ。値段発表する前にこれをね、ちょっとまず開封していきたいと思います。 Windows 買ったのは人生で初めてですね。 Mac は何回か買ったことあるんですけど、うおー、これちょっとめちゃめちゃ使い込まれてる感じあるけどな、大丈夫かな。じゃあ開けますよ。 3,2,1ゴー！はい、こんな感じですね。うわー、これ結構使い古されてるんちゃう、このパソコン。これ一応ね、2012年製のね、ノートパソコンですね。で、横にはですね、もう最近見なくなったね、DVD とか CD ロムをね、入れるところとか、まあ、USB のところ。え、なんでこれ？これ USB のところにマウスのあの USB で刺さってるやん。なんでや、これマウスついてなかったぞ。で、後ろにはですね、DVI とか、LAN ケーブル刺すとことか、USB 刺すところとかがね、あります。ちょっとこれだいぶ使い込まれてて、ちょっとね、起動するとかね、不安なんですけれども、ここにね、今 MacBook Pro ね、15インチね、置いてるんですけれども、このね、 MacBook Pro がだいたいね、これフルスペックなんで30万くらいです。今回買ったね、こちらの世界一安いパソコンの値段が、ドゥルルッタン、2800円、中古で。これやばくないっすか。この前買ったね、タブレットよりも安いっていう。パソコンが壊れてワードの仕事しなあかんとかなってたら、代用としてね、買えるっていう感じもあるし、 iTunes に CD 入れて iPhone とかにね、入れる人とかいるじゃないですか。そういう人でなんか簡単な作業だけする人だったら、全然ね、こういう中古の2800円のパソコンとかでいいのかなーとかみたいな感じでノリでね、買ってみましたね、本当に。でもまあね、とりあえずね、このパソコンがね、つくのかなっていうのがね、かなりね、疑問なんで、早速ね、今からね、アングル切り替えてね、こちらの2800円のパソコンがね、しっかり動くかね、検証していきたいと思います。んで、あいこ。はい、アングル切り替えました。じゃあ早速ね、このね、世界一安いね、パソコンをね、レビューしていきたいと思います。とりあえずね、ここにね、電源コードがね、初期で付いてたやつをね、もうコンセントにね、今繋いだら、ちゃんとね、電源はね、ここ赤くね、光ってるんで、おそらく電源はね、確実に入るかなと思います。じゃ、電源入れますね。電源、オン！おー、ついたついたついた。これはいけたんちゃう？ダッサいな、このパソコン。おー、来た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 、NEC。Windows なんぼ？ Vista やったら嫌なんやけど。これ7か10じゃね？ Windows 10？ これ。これは Windows 10かな？マイクラ入ってるやん、これ。これマイクラできんの？このパソコン。じゃあちょっと今からインターネットね、サクサク感見ていきたいと思います。その前にちょっとね、Wi-Fi 繋ぎたいと思います。はい、じゃあね、Wi-Fi 繋いだんでね、ちょっとインターネットを繋いでみたいと思います。まあさすがにいけるよな。じゃあ YouTube 見てみたいと思います。YouTube がね、見れないパソコンはね、ダメですからね。これいかん？これやばいで、ちょっと。ちょっとネットが繋がんないっすわ、マジで。検索で、ようつべってね、検索するじゃないですか。繋がんないの。ネットが繋がんねえぞ、マジで。何回 YouTube ってやっても繋がんないの。じゃ、ワード開いてみます。これ WPS ライトじゃない？これワードじゃないの？これワード？あ、でもワードみたいな感じか。ええやん、ええやん。普通に打てるやん。最高。マジで、買う価値あるぞ。
全然固まらへん。マジこれ普通になんか原稿とかいい感じにこうやって打てるんちゃう。よいしょ。じゃあ次パワーポイント開けてみます。これもなんかダブル PS プレゼンテーション。なんだこれ、なんなん。おーすごいすごい、普通のパワーポイントやな。今回のねプレゼン内容はね、スカートが短い JK がなぜ階段でスカートを手で押さえるのかについてです。パンツをね見られないようにね押さえてると思うんですけれどもね、もう短いやつ履くからやんっていうやつですよね。どうでもいいわこのプレゼン。おー来た来たぞ、ネットが繋がった、ネットが繋がってるぞこれ、ネットが繋がった。ということでヤフージャパン行きたいと思います。おー来た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 、ちょっと若干遅かったけどな。遅いなー、行ってくれ行ってくれ、 YouTube が見たいんじゃ。 YouTube 見れたら結構文句ないけどな。もううわーちょっと若干きついかなこれは。3分経ってこれはないわ、このページに安全に接続できません。なめとんのか。このパソコンが2800円やったらっていうのを考えたら、普通にパワーポイントとワードがねできてる時点でこのパソコンはね神性能かなと思います。 Wi-Fi 環境とかいいところやったらかなりねネットもねサクサクにできてね最高のパフォーマンスをね発揮するかなって思うんでね、まあ2800円やったらこのパソコンは全然あり、まあ動画編集とかは100無理っていう感じ。総合的に買ってよかった。Windows 10入ってたのがね、一番ね、ビビったんですけれどもね。まあ、2800円だったらね、誰でもね、買えるかなって思うんでね、興味あったらぜひ買ってほしいかなって思います。ちょっとね、自分の中でなんか、モヤモヤが残るんすよね。なんか、思ったやつじゃなかったんすよ。なので、明日もう一回ね、リベンジさせてください。製品はね、あるので、明日もう一回ね、世界一安い〇〇シリーズね、やるので、ぜひね、楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね、ボーボー。